ラシースタジアム第2種目二宮和也、2020の新たな種目に挑戦。さあここからはですね、私二宮が東京オリンピックパラリンピックの新たな種目をテーマにお届けします。まずはですね、パラリンピックではテコンドーとバドミントン、そしてオリンピックでは野球、ソフトボール、スケートボード、スポーツクライミング、サーフィン、空手が加わります。今夜はですね、まずその2020年で活躍が期待されるであろう空手の選手たちにご登場いただきましょう。皆さんお願いします。強豪校帝京高校の空手道部の皆さんでございました。ありがとうございました。こういう種目が新しく追加されると。